っかけは大空町でした。そこで歌い、しゃべり、お互いにイベントを楽しんでいるその間に、五木さんこういうのを劇場でやりたいんだかな、うん、僕もやりたい、豊川さん任せるからやろうよ、嘘だと思いますよ普通、でも本当だった。それがきっかけで、その時のヒット曲が夕日さんさん、美空ひばりさんが、あの人がもし女だったら絶対に私はライバルとして見てしまうわね、と五木さんのことを語っているのを私聞きましたから、だから愛さんさんで終わろうと。でもそれだけで終わったらテーマがない。ラジオは1時間でも、それこそ8時間9時間でも、一貫した生きてる喜びのテーマが必要だと思うんです。そこで言いたいことを言いと言いながらも、それには制約があるけれども、お互いに生き方はきちっと示そう、それが花は生き方を迷わないなんです。それを通すことができたのもまた幸せでした。我こそは上杉謙信、我こそは武田信玄、覚悟せよ。ちょっとだま、信玄。あれ、どうしたどうしたの、謙信。ちょっと動くと息切れするし、疲れやすくて、もう年だわ。それ本当に年のせいか？え？年のせいじゃなく、弁膜症のせいかもよ。ちょっと何言ってんのかわかんないけど。何がわかんねえんだよ。病院に。息切れは心不全の原因となる弁膜症のサインかも。最近どうも息切れがと気になったら病院へ。高齢者に心原を、早めに検診を。日本心臓財団 AC ジャパンはこの活動を支援しています。今北海道では児童虐待の相談が増えています。お母さんに嫌われたくないから。虐待の相談が増えています。お母さんに嫌われたくないから。虐待を受けていても子供は話してくれません。SOS に気づくのは私たち。相談ダイヤル189へご連絡を。話さない。いえ、話せない。AC Japan。日高五郎追悼特番、よく笑えた日はいい一日だ、お送りしています。11代は軽快に、この曲からスタート。パク・ジュニョンで、シャーラ。欲しいと思うとき、いつも私はそこにいる。抱き合いたいと思うとき、いつも一つになっている。
皆さん元気ですか。野島さん、はい、どうしました。いや、何もしてないです。もしかして、はい、ドクターストップ。あのですね、まあ今このパクジュノさんのチャラに合わせて、はい、激しく、はい、踊りダンスホールと化したんですけども、はい、これをですね、はい、五郎さん、うん、あの、はい、病気を抱えた体で、はい、踊るってバカです。本当にありえません。これだけですね、はい、僕も日頃体力に自信があるつもりではあったんですけども、ね、そしてあの今日はね、はい、一応追悼番組というタイトルついておりますけれども、はい、笑っていこうという中で、はい、このまさにですね会場が一体となるような、はい、チャラという曲を歌っているパク・ジュノンさん、本当にありがとうございます。のりおさん、一つだけ、僕ね、今のりおさんお客様のところに握手回ったでしょ、はい、あれをやってからなんですよ、僕五郎さんの前であの歌を歌えなくなったのは。どこから見ても辺の字山で、僕はお客様のところに握手して回ったら、はい、もう二度と歌わせんと言われてから歌ってません。今ですね、ホール後ろに五郎さんの大きなパクジョンさんの写真がありますけども、五郎さんどうも申し訳ございません。ごめんなさいね、なんか自分の歌でもないし自分の生で歌ったわけじゃないですけども、まるでパクさんになった気持ちでちょっと気持ちよかったです皆さん。でもこうやって五郎さんが愛した歌人、はい、五郎さんが愛した歌でこれだけ一体となれるっていうのもね、はい、五郎さんが作り上げた空気だと思うんですけども、ここで一人ご紹介しようと思いますけども、なぜかですね紹介する前に僕と一緒に激しく踊っていました隊長ことたつきみおさんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。いや、ちょっと待って、のりおさん、こんなにね追悼番組じゃないですか、はい、ホール中走り回って、はい、のりおさんとね踊ると思わなかったので、はい、これね五郎さん本当にあの時よくあれ予定になかったんですよ。リハーサルでは全くチャラの時にステージに出る予定はなかったんですけど、うん、あそこでよく踊られたなって。そうなんですか。もう息切れですもん。それで踊って袖に戻って美穂ちゃんが椅子を引いて倒れるという事件がありましたから。ちょっと違うわこれね。これはどれだけ体に応えたかっていう。今日私それだけ訂正しに来たんですよ、はい、あのまあね、チャラの時に五郎さん袖に戻られた時に椅子を用意してたんですよね。でその椅子がキャスターがついた椅子だったんですよ。コロコロって動く、はい、で、まあ、激しくね踊られて戻ってきて座ろうとした時に、うん、ちょっと距離があったのか、はい、ちょっとズルズルってすり落ちる感じに倒れてねしまったんですけど、私その時写真撮ってて、五郎さんのじゃないですよ、五郎さんの、ね、それはずっとこう倒れる様を撮ったわけじゃないですよね。違う違う、もうブログのために何でもやるみたいに思われちゃうから。あのステージの様子を写真撮ってたんですよ。だから振り返ったらその状態で、わーってもうびっくりして、で五郎さん大丈夫ですかって、まあそれは大丈夫で背中とかもこうさすってありがとうありがとうってなってたんですけど、次の日の放送で、はい、いや戻ってきたら美穂ちゃんがわざと椅子を引いたと、ね、そのせいでそうなったって、周りの人もそれでね、なんか美穂ちゃんのせいだみたいになっちゃって。ただね、五郎さんが自分で倒れたという現場を誰も見てないんです。やめてください。本当ね。そしたらね、やっぱり五郎さんがね、まあ五郎さんは100個のうち97個が嘘の人ですけど、その3つの誠の話だと信じてますけど、この時間もね引き続きゲスト小売健太さん、そしてたつき美穂さんと一緒にお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、もう美穂ちゃんもそう、だ五郎さんとはランラン号。そうなんです、ランラン号で入った時に、初対面の時に向こうからロングコートを着て颯爽と歩いてこられて、もうその姿を見た時にかっこいい、でも同時にオーラがもうすごく出てる方なので怖いって思ったんですよね最初。怖いですね。怖いですね。ですよね、いろんな意味でね。それであの私がもうバーって見てたら、君はいい目をしてるね、僕もお塩さんを見るときそんな目で見てたんだよっていうのが最初の言葉だったんですよね、うん、まあ、でもその後は怒涛のランラン号時代はいっぱい怒られて、私インタビューがうまくできないのでパークゴルフ場に来てますって言って、皆さん今日何しに来てるんですかって
バイクゴルフに決まってんだろって。すごい。もうあのゴルフが最高の餌ですよね。こんなに美味しいごちそうはないですよ。アホかお前ってなって。でもあまりにも私ランラン号時代は土曜日来るのが怖かったんですよ。月曜日からね、本当は今だけですけどね、言うのは月曜日から憂鬱で、2本目と3本目の中継の間にランラン号で薬屋さんに行って胃薬を買って飲んで3本目の中継をしたりしたんですけど、そういう時に限って中継中にお前あれだろ、この中継始まる前にどっか行って何か買ってきたんだろうとか言うんですよ、うん、千里眼なんじゃないかなってぐらい本当になんか鋭いところがあるじゃないですか、五郎さんって。もしくは本当にあのずっと盗撮してるかどっちかだというふうに思いますけれどもね。でもそういうわけであの、ね、そこからのつながり、まあ、今の体調になっていくわけですけど、うん、あの美穂ちゃんですね、この後、はい、ホールホワイエ、はい、記帳所の方に。あ、そうなんです、ちょっとそちらからも、はい、あの今日本当にホールもうすでに満員なんです。であのせっかく今日ね楽しみにこう来てくださった方も、うん、あの実は入場することができなかったですので、記帳所の方はあの開けておりますので、はい、ちょっとそんな様子もそうですね、これから、伝えてもらおうと思いますので、はい、行ってまいりますので、はい、それでは、はい、行ってらっしゃい、よろしくお願いします。この曲はね、藤沢典正さん作曲ということで、まさに五郎さんが紡いだ縁でできた一曲です。松原健、三日月が綺麗だから。誰よりも心が傷つきやすいのに、強がりでいるのが今では愛おしい。涙の色は十人十色、素直に流せばいい。怖がらないで、うつむかないで、笑顔でうなずけばいい。三日月松原健、三日月が綺麗だから聞いていただきました。この時間ある方がこのホールに駆けつけています。この曲を作りました藤沢典正さんです。藤沢さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。改めて藤沢典正さんです。よろしくお願いします。いや、あの今日ちょうどですね、あの、はい、プライベートで、はい、あの五郎さんにちょっとお別れをと思って、はい、あのこっそり来てたんですけども、ええ、あのディレクターに、ええ、あのせっかくだったら見つかって、はい、行きます。すいません、こんなこれよかった、ね、ボロボロな格好なんかあのね一応お忍びできて、まあそれはそれでいいんですけども、ええ、なんか全く見つからないで終わるっていうのも、ええ、やっぱり歌手としてね、ええ、やっぱオーラを発してる方ですから、ええ、いやでも本当にオーラを消してきたんですけど、はい、見つかってよかったすません。確かにですね、まあ郡健太さんとは、違うですね、本当にラフな格好で。そうなんです、本当すいませんでした。いやだから僕も今知ったんです、藤沢典正さんが。もう五郎さんにはね、本当にあのお世話になりましたし、はい、五郎さん通じてこの、まあ、五郎さんが言う絵にし絆をたくさんいただいて、郡君もそうだし、そうですし、あの松原健さんにも曲を書かせていただきましたし、まあ、貴重というかに今日来た、来させていただいたんですけども、数日前に五郎さんとメールをしてて、また元気になったら会おうねっていう話をしてて、まあ、五郎さんもすごいワインが好きでね、でよく、まあ、打ち上げでね、
一緒に飲んで、まあ、今度また飲もうねなんて言ってたんですけど、それがねちょっとなんか思い出しますね、はい、でもそのやっぱり、はい、五郎さんという方は、まあ、語り手さんではあるけどプロの専門の歌い手さんじゃないで、はい、じゃないですか、はい、そういう方から描かれる、はいはい、歌手歌い手の気持ちというのはどういう感じなんですか。そうですね、五郎さんはもうなんかこうお話、話術、はい、話芸ってね、はい、ずっとおっしゃってましたけど、藤沢典政はなんか歌がこうなんか歌がもうそのものだからそれでいいんだと、僕もなんかお話がちょっと得意じゃないんですっていうことをね、はい、別にお前にそんなもの求めてないよよく怒られましたけどあれ今そうだそうだって声が聞こえました、ね、よく分かってんの典政さんって、ね、9年もねパーソナリティやらせていただいたんですけども、はい、まあ、その頃よりは喋れるようにはなったと思うんですけども、五郎さんいろんなことを、ね、教わって、もう今でもいろんな語り尽くせないほどの思い出をいただいて、もう郡君ともね、僕あんまり友達いないんですけど、はい、そうそうそう、うん、でも典政君からね、うん、五郎さんが旅立った日の夜だったよね、うん、メールもらって、はい、健太君大丈夫って、健太君のこと心配だってメールくれたんだよね、うん、僕なかなかその返信が自分の手が動かなくてですね、うん、ちょっと間が空いてしまったんだけど、でもこの縁というかこの絆っていうものも五郎さんがしっかりと結ばせてくれた瞬間でもあったのかなって思います。なんかあんまりこうくよくよしてるとまた五郎さんにこらーって怒られる、そうだよね、気がするから。で典政君ね、うん、去年一昨年の明日への贈り物、うん、一緒に出演させてもらって、うん、典政君も典政君が歌った後にちょっと待てって止められたんだよね、うん、ステージ上でね、進行表にはなかったけども、あれね、怒られるかと思ったわけ、うん、とりあえずちょっと待てはまずビクッとちゃんと歌も歌ったし話すことも話したし、なんでやっぱり五郎さんに止められるっていうとちょっとね、やっぱり僕たちドキッとするよね。ドキッとしましたよ、ね、だからね、でもあの時ね、うん、すごく笑顔でいい歌歌ったってね、うん、言ってましたよね。違うよ、そうじゃない、あの時はね、うん、ちょっとあわやさんって言われた。あ、そうなんだあ、どんな表現、ちょっとそれちょっと どんな感じだったの。典政じゃなくて、うん、ちょっとあわやさんって言われた。そうですね、あわやのり子です本当すいませんでしたまあ、五郎さんも自分の企画構成で典政さんが歌い上げた後に、あわやさんやらせるかねって話もありますけれどもね。びっくりしましたけども、でもそこもしかしたらね、緊張と緩和かもしれませんし、今典政さんとそして健太さんとこのステージ上にいますけど、皆さんもね、あ、二人に会えてよかったっていうのは五郎さんが結んでくれた縁です。駆けつけてくれました藤沢典政さんでした。ありがとうございます。STV ラジオ日高五郎追悼番組「よく笑えた日はいい一日だ」をお送りしています。日高五郎追悼特番、よく笑えた日はいい一日だ、お送りしています。ですね、皆さん、このサブタイトル、よく笑えた日はいい一日だ、先ほど実は番組スタートして、冒頭でお客様の方からも、そして実はですね、スタッフの一部からも、よく笑えた日は良い一日だではないかというご指摘をいただきまして、スタッフで審議をいたしましたいや、いいだだよ、いや俺は良いって聞いてんな、いや私はいいだだと割れたんですね。これで結論変えてですね、五郎さんいいと良い両方言っておりますただじゃあどうするのか、どうするのか、ずっとそばにいたマネージャーの千乃さん、昔、今はですね、良い一日だの良いは人偏に K と書く土二つの良いなんですけども、
昔はひらがなで書いたこともある、それはひらがな二文字でイ、イと書いていたということなので、日高五郎追悼特番よく笑えた日はいい一日だ、この後1時50分までどうぞお付き合いください。さてここで改めてまた五郎さんの語りを聞いていただきましょう。北の出会い、勝慎太郎さんを語っている北の出会いです。1997年6月21日に放送されたものです。実はまあ保存状態も含めて少し音が悪くてお聞きづらい点もあるかもしれませんが、五郎さんがギターで勝さんが歌うシーンがあったり、大変貴重な音源になってます。これもですね、31分の大作となっております。聞き応えのある北の出会い、勝慎太郎どうぞ。聞いた瞬間に泣きそうになりましたが、これはいかん、絶対にそれをやってはならんぞと踏みとどまりました。ただそのニュースの第一報を入れてきてくれた岩本さんの顔がもう違ってました。私はここで跳ね返っておりましたからね、瞬間あれ顔が違う、何か悪いことがと思ったんですが、申し上げた通り我が恩師勝慎太郎さんが65歳でお亡くなりになりました。かねて覚悟であったと申し上げておきます。その前に勝プロダクションの真田さんという常務さんから自宅にお電話を頂戴して、でその時にお話申し上げた、もちろんお会いすることはできませんと、面会したいつございます。勝プロのもう一番側近中の側近があっても言葉を交わすということができませんし、声が出ませんでしたから、喉が痛くて物も食べられない状態で、もう思わしくないんだとはっきりおっしゃってました。で自宅で療養っていうふうに一度出たんだけど戻った、このがんセンターから自宅療養一度戻るということになると、まあ、よほどのことがない限りと私も腹の中では覚悟をしておりました。でどうしても先生にはもうお会いできないんですな、会うことはできないんだ、誰にも会いたくないって言ってる、これは雷蔵先生の最後と同じでございました。その意思を踏みにじってまでという気は私にはもちろんありませんでした。もしものことがあっても芸人でいたおすことによって弔うというのは先ほどから何度も申し上げている通りでございます。ただその時に話をちらっと聞いたら、ちょっと寂しいのはねってその真田常務がおっしゃったのは、最近怒ってくれなくなった、いつもだったらじれったくなって自分が言葉出ないでしょ、ですから勝先生のことだからじれて当たり散らしてるんじゃないですかって、声も出ないなんて勝先生にはありえないことだから、いやそれがねあなたもご承知の通りそういう人だから我々も怒ってくれていたらいいんだ、その気力もないんだ、優しくなって丸くなっちゃった、そこが心配だっておっしゃったんです。それは私も悲しく聞きました。ですから覚悟はできておりました。本当におそばにいて学ばせていただいたのは5年足らずでございますから、短かったけれども私の中にはずっと生きていて、生きていれば必ずという思いがあって、何かがあっても踏みとどまってやってきて、ついに私のタイトルのついたプログラムで、ラジオで、そしてテレビでお会いすることができました。実に師と弟、師匠と弟子があったのが30年ぶりでしたが、鮮やかにものの見事に勝先生は全て思い出してくださって、というよりもその前に奥様玉尾様が、あなたやね、うちの勝のサインを考えてくれたのは、勝先生がここ30年以上使ってらっしゃる座頭市のサインは一筆書きで私が考えたものでございまして、日本にたった1枚しかないサインを書こうよっておっしゃって、私が座頭市の絵を描いて、そして慎吾へと書いて私の旧名ですが、勝慎太郎とサインしてくださったのが私の部屋に飾られてあります。これが私への形見になりました。葬儀に伺うかどうかは決めかねておりますが、多分私は伺わないと思います。先生としてはたくさんの俳優さんお仲間がいらっしゃるでしょう。私がそこへ行くよりも、お前はそういうやつだからなときっと思ってらっしゃる勝先生を心の中で弔うというのが一番正しいやり方ではないかと思います。先生に申し上げて東京へ出て行きたい、そうだな、お前には京都狭すぎる、そう言って出てきましたが、それなのにお前はある日ふいといなくなったなどととぼける先生ではありました。30年ぶりにお会いして嬉しくて嬉しくて、しかしその時も涙を流しませんでしたが、札幌を離れる最後の夜に、
あるお座敷へ行って宴会のその最中に一遍席を切ってしまった涙が止めどなく流れて、とうとう宴席を涙の洪水にしてしまいまして、皆さんには申し訳ないことをしましたが、平謝に謝りましたが、時すでに遅しで、もう涙が止まりませんでした。それは悲しい涙じゃありませんでした。嬉しい涙ではありました。その勝先生が30年ぶりに来てくださって、札幌の皆さんのおかげです。こいつが男になりましたと頭を下げてくださったのは、五郎師匠の STB ホールを開けた平成6年2月の5日のことでございました。最初のとぼけぶり、そして声の方はもうその時すでに兆候があったと思います。出づらそうなお声ではありましたが、知らぬ意見行という芝居を東京でやるために、頭をツルッツルにして、首に黄色のマフラーを巻いた勝先生が STB ホール、いっぱいの五郎師匠のお客様の前へ現れてくれました。その時の模様を聞いてください。我が恩師勝新太郎先生です。勝先生です。ビール、ウイスキー、わー、先生、皆さん、この細谷慎吾一緒に俳優やってて、私と映画も一緒に出てて、あれふっといなくなっちゃった。どこ行っちゃったのかな。でも非常に才能のある男で、その才能がつまりうぬぼれが強いかとかじゃないけども、勝がなんだ、雷蔵がなんだ、田宮二郎がなんだとかって言って、でも事実、その下沢寛さんの、あの、なんだよね、千代町有効、駿河有効伝の寺田真之介っていう役をやった時、非常に良かった。でもまあ、どっか行っちゃった。先生で、ね、行っちゃったって。私は先生のところ行って、東京で修行したいんですがって頭下げたら、おお、行ってこい行ってこい、それが一番いいっておっしゃった。俺はね、何でも行くって言ってね、止めないんだね、行け行け。一緒に行くから。それで先生はね、東京へ一緒にその連れてってくださったんですよ、まず。ホテルへ行って、慎吾はね、お前ね、しばらくこのホテル通えって言うんですよ。で、どうしてですって言ったら。気持ち悪かった。いや、ないんじゃねえそしたらね、ロビーにいろって言うんですよ。要するに、コーヒーも何も頼まなくていいから、ここにいてね、お前ね、1ヶ月でも2ヶ月でもいてね、このホテルと。少し残ってる。はい。いや、その飲んでる場合じゃないんだよ。このホテルとね、お前とはね、違和感がなくなったらね、お前東京大丈夫だよって。つまり、要するにホテルみたいなものを送っちゃダメだっていう。それが僕は東京へ出て行って、最初の先生が。はい、帝国ホテル。あ、なるかというと、俺がね、教えてくださった最初なんです。長田社長がね、帝国ホテルで待っててくれって言ったんでね、帝国ホテルで待ってたんだけど、こうやるのが板につかないし、こうって、あそこに座るのが板につかないんで、まず。ああ、先生でも？いやいや、いや、先生って、あの、昔の先生だからさ、今からそうですね、俺は22、3の時だから。あ、そんな頃？まあ、俺も役も作る、何もないし、はいはい、どうせ売れないようなあれだったんだけども、それでね、腐ってて板につかないんだよね。これは、帝国ホテルも負けてるわけだから、それから帝国ホテルの一番いいね、あの、スイートのね、何十万かする部屋から、はいはい、そこを借りて、で、いろんな女の子も呼んだり、みんなして、で、来るボーイさんたちにね、なんか目があって、その頃で1000円ぐらいですから、クラブになれやったりしたの。で、それをね、2日間してね、下降りちゃったら、今度ね、もうバカに座りやすいんで、どういう座り方してもいいのも、これもう、本当に、この一番いい部屋では遊んだ。俺は気合で勝ってるんですね。いや、勝ってるんじゃなくて、そういう風にしないと結局、あの、自分の演技じゃダメなんだね。経験 しないと。だから、この信号を見て、日高さんだよね、今はね。はい。日高信号っていうの？日高五郎って。五郎？はい。
なんでそんなに書いちゃったんだよ。細田自身が出よかったじゃないか。でもですね、先生の奥様のお父さんの中村鴈治郎さんが東京でお会いしたら、うん、ああ細田自身吾はんな、この名前では飽きまへんわって一言で、それでいろいろ考えて、いやいや俺にも勝新太郎って名前飽きまへんわって言って、なんだひどいな、あれじゃ癖なんですよ。あら、それで先生、鴈治郎先生お伺いしますって言って去っていく背中に玉尾さんに、あの人誰やったかいな聞こえるんですよ、それ。そうそうそう。それも癖なんですよね。だから俳優さんのね、世界ってのは面白いよ。朝会うでしょ、成駒屋。はい。まあ芸術人会員だよな、はい。はい。卵のお父さん。いやー、先生も、はぁ、もう嬉しいな、もう今日会えて、ほんまに、はぁ、嬉しい。おきれい、長いことです、長いことです。卵よろしくお楽しませって言って、午後に会うと、いやー、先生しばらくって言うんだよ。でもあんたみたいな好きな人はいない、もう卵のことよろしくお願いしますって言うから、もうこっち安心して結婚申し込み行ったら、まあこれが忠臣蔵の元じゃねえかってな顔すんだよ。すごいなと、松の廊下のさ、今の瞬間の顔はラジオだからまた贅沢でね、ホールドケンさん、ね、でも全部語るもん。だからそのつまり歌舞伎でいう松の廊下で縁や半顔を船田船田、先生何でもそうやって芝居で見てるんですね。でも見る方も、まあ、この瞬間、芝居やんだから、この顔を歌舞伎の俳優さんたちに見せたいな。うわ嬉しいな、私幸せそうに見えません、うん、こうやってそばにいるだけでいいんです、昔からこうでね。昔からそれで僕は勝先生のそばにいて、可愛い弟子でしたよ、いうことは、うん、聞くし、何でも、はいはいはい。先生もわがままだから、もう競馬新聞取ってこいだろう、なんだろうね。でも、駒使いのように走りまくってね、子犬のようにじゃれてた今日この頃ですよ。あの、昨日の頃。でももう、事故になってるけども、今の話は全部嘘だよ。もうみんなにそういうふうに話してるんですから。俺は、まずね、そうだな。悪名の時のタミヤのあれもね、信号になるかどうか迷ったことがある。タミヤ二郎さんは悪名のそのモートルのサダに引っ張ったのは勝先生なんですか。そうそうそう。あ、そうなんですか。うん。だけど悪名の第一回の時っていうのは、つまり勝新太郎という存在が看板になるかどうかもまだわからない。そうでしょ。そう、よくそんなおっしゃいましたね。うん、世間で言われてなかったけど、撮影所じゃもう俺は抜群に人気があった。小沢一郎だったから。あ、もう独裁してました。うん、ちょっとね。あ、そうですか。まあ先行き潰れちゃったけど。先生こうやってあれですね、横から拝見してると、やっぱり兄弟って争いの和歌山先生に顔がものすごく似て、そう、だからね、来てらっしゃっ、ね、お兄ちゃんとね、会いたいなと思うでしょ、そしたらね、鏡のあるとこ行ってね、年をって言ってね、うんって言ってね、お前飲むなよ、あんまりって。あ、やっぱり、若山先生は僕だったし。で、若山先生はすごくおかしいのは、勝先生がわーっと酒盛りやって若い衆やってるところに、若山先生は嫌がらずに夜出てくるんですけど、汁粉食べてるんですよ。おまんじゅうとかね。そうそうそう。とにかくあんこ類、甘いものがお好きで、一滴もお飲みにならないのに、勝先生が騒いでるのは嬉しそうに。だから本当に兄弟仲はよろしかったんですね。悪かった。悪かった？やっぱりある種の役のあれで。あ、やっぱりそういうのあったんですか。まあ、本当はお兄ちゃんの俺よりもはるかに素質はある。いや、役者としては、芸人としての素質、もうそう、本当はお兄ちゃんの変な話ですが、俺が先にやっちゃうんだね。じゃあ統一にしろ、お兄ちゃんがやりたいと思うもの悪名にしないけど、あれはそうですか。やっぱり若山先生のやりたい役でした。後にほら、でも俺は小次郎神撮ったでしょ。ええ、あ、俺プロデューサーしてんだけども、それはもう本当にお兄ちゃんじゃなくちゃできないっていうのも、本当に今でも振り込みるけども、すごいなぁと思う。
思うよね、立ち回りやなんかはね。それがね、変な話だけど、よくその剣豪の話をするじゃないですか。例えば宮本武蔵ともし、例えばそうだな、小泉伊勢の神と戦ったら、うん、本当はどっちが強いかと、例えば小泉伊勢の神って誰、強い人がいたらしいんですよ。で、これ時代が違うんですよ。なぜさっき小次郎にしないんだよ、お前。分かりやすい話しなさい。小次郎だったら時代が同じで実際戦ったでしょ。そうじゃなくて、剣豪の話の時に、もしあれとあれが戦った、まあ、俺に物を教えるってのはそんなにだ。先生、佐々木小次郎の話でしょ。昔はね、先生はね、もう少しすな、やっぱり高知城へ行かれてから少し性格がそうじゃなくて、例えば双葉山とね、が栃錦と戦った、本当はどっちが強いんだろうとか、そういう合わせてその剣豪とか、それと同じように、もし和歌山富三郎さんと勝新太郎さんと、うん、立ち回りがどっちがうまいって論になったら、実際には勝先生はどうですか、冷静にご覧になって。あのね、立ち回り本じゃうまい。ああ、そうですか。だけども、間が俺のがいいんだよ。それね、僕でも分かります。お二人両方に絡みましたけど、和歌山先生はね、ついていけないんですよ、絡む。早いしね、もう。勝先生は一晩待ってくださるんですよね。いや、まず。待ってないんですか、あれは。間なんですか、待ってない、お前だけだよ、ところで待ったら。他の人は待たない。お前は、あのね、ここの間で切ってきてくれって俺が頼んだ時に必ずお前はね、違う変な間で切ってくる。でも、その頃からなんかね、こいつ、共産主義じゃないかなと思って。先生はあれ、今、26年ぶりにお会いしてですね、本当は僕のこと嫌いだった。嫌いじゃないけどね、こいつを殺さないとね、俺は抜かれちゃうんじゃないかそういうね、吉田さん、そういう褒め殺しは、それも涙褒め殺しじゃない希代の天才俳優がですね、私に向かってそんな褒め殺しをしたらですね、いや、褒め殺しじゃない、あのね、どんなお世辞でもね、心の中にね、ふっと本当にあるものをただ大きくお世辞にするだけであってね、全然なかったらお世辞は言わない。もうあのね、おいよ、おい、そこちょいちょい、お前耳くそが全部溜まってるじゃない。いや、全部先生、いや、おい、言っとくけど、これ、ラジオで何が面白い。今のは、お前、裁判所と警視庁にまずいよ、今の。あれ、やだよ、お前。よしなさい。よかったな、ラジオで。危ないな。先生、嬉しいな、懲りてなくて。結局、どれくらい入ってらしたんですか？どのくらいかな。でも面白いのはね、何度も捕まえるのを捕まえてみろって俺言ってたんだけども、うん、捕まえられないわけだよ、要はね。そうでしょ？捕まえられないんだよ。うん、だけども、体調べたらね、入院してくださいって言われる病院が俺に、心臓が良くないってなったわけだね。はい、で、警察の方の警視庁の警察病院行ったの。ただそこの院長さんが、警察関係ありませんって。でも見ますって言ったら、やっぱり悪いって言うんで。で、その夜、体が悪いから今日逮捕するっていうな。ところ面白いなって、本当の。日本映画の脚本家だったら、体調子悪いからお前今夜逮捕するって、このセリフ書けないと思う。でね、長い間おしゃべりをそのラジオでさせていただいて、ホールへ来てくださったお客様はこの時に幸運なものをご覧になったと私は思いますが、改めてこうやって聞いているとバカ話をしているだけじゃないですね。師弟がものすごく中身の濃いことをやっていて、丁々発止やってるのが改めて客観的に聞いて、私はやっぱり勝新太郎という人はすごいなと思います。同時に細谷慎吾は悪くねえなと思いますね。こうやって聞くと、日高五郎っていうのは相当やっぱり戦うやつだなぁと思って、この後にもあの頃の大英映画会社ですが、大英っていうのはお前を見る目がなかったんだよって、わずかにあった見る目が俺とライちゃんだったとおっしゃってくださったり、もういろいろ褒め殺したり、
持ち上げてパッと手を離したり、これが勝先生の手ですが、しかし全部を通したらあったかい人です。声がちょっともう出づらいなというのが、この時に片鱗は伺えますが、もともとは長唄の家の方でしたからね、そりゃあ20代の頃はもう本当に見事な二枚目でした。で、声も良くて、息筋にはモテた人です。お父さんが杵屋勝藤次という長唄の宗家で、これはモテました。西に長谷川和夫という希代の二枚目俳優がいて、東に杵屋勝藤次という、これがまた二枚目がいて、息筋の方ではもう夜の、特に芸者衆には二大人気のあった人です。そうやって若い時から遊びで鍛えた若山富三郎、そして勝新太郎という、その遊びの良さみたいなものがついに8年後デビューしてから開花した。それが座頭市物語であり、悪名でありました。その座頭市物語は、壮大なシリーズになりましたが、第1回の座頭市物語の台本の中に細谷慎吾って名前が出てます。私が役としてもらった最初の役であります。いろんなところへ講演に伺って大映時代の話をしますが、それは単に私が売れない役者だったという話をします。しますけれども、苦闘の時代であり、同時に、とんでもなくお金じゃ買えない贅沢な時間ではありました。その時に勝先生がおっしゃるように、こいつはうぬぼれやつく、勝がなんだ、雷蔵がなんだ、そんなふうには思ったことはありません。これは勝先生独特の改革ではありますけど、タミヤ二郎がなんだとは思ってたと思います。勝新太郎、市川雷蔵、この両音体にはかなわなくたって、それ以外は俺のが前と戦ってきたとは思います。これをうぬぼれと言っても、勝先生はその後に、だからお前は生きてこられたというふうにおっしゃってくださって、うぬぼれは自惚れと書きますが、自分に惚れなくて人様に惚れていただこうなんていう、そんな夢は抱けるわけはないと思って生きてまいりました。そのこと自体が間違いかどうか私が目を閉じるときにわかると思います。勝先生はこの後歌を歌ってくれました。生で。その模様も聞いてください。こんないい生活してると思わないこんないい生活なんか別にしてませんよ。ただ、STB、このお世話になって17年ぐらいなんですけど、北海道の琴にっていうキャバレーね。もう本当に食い詰めて歌いに来て、それで出会いがあって、でこの番組のプロデューサーと出会って、それからずっともう17年お世話になって、ラジオでテレビはもう本当にごく最近だから、自分のその名前のついたテレビの番組プログラムでね、ゲスト勝新太郎という文字見た時にはもう本当に変な話ですけど、一区切りとこれからまたやっていける勇気とか一緒に湧いて、ものすごく興奮しました。僕は玉尾さん、玉尾奥様がこう出てくださる時にもものすごく興奮して、玉尾奥様の時泣いちゃったんですから、いきなり。勝先生と今こういう形でお会いしてますけど、テレビという格別なところでプログラムでね、ありがとうございます。大丈夫だ。そこまで俺を待っててくれたか。4時になったらね、先生いきなりね、頭でね、一曲歌いましょうよ。その親友、裕次郎さんの歌がいいじゃない。それをこう、私が、不祥子の私めが17歳の細谷慎吾に戻ってですね、ギターを脇で愛務めますれば、一つ、勝先生の。それからそれまでずっと、お願い、お手ば今日のエッセイタイムはギター平川五郎で歌勝先生。今日朝から飲んでるからいい気持ちだな。これでもうこんな歌は今後聴けるかどうか。先生今ゆらゆら。いやだからね、裕次郎は言うの、裕次郎言うの。なんとかの東京の遊覧船の中でやってるように。これはね、歌った時が初日で、それが千秋楽でね、同じ歌二度と歌えないの。で今日また慎吾がきっと慎吾の気分で弾くでしょ。Can you
空と別れる誰も涙なんか流しはしない泣かないで泣かないで粋な別れをしようぜ。命に終わりがある恋にも終わりが来る儚い命は切なく燃えてどこか消えてゆくタバコの煙恋の行方なんかわかりはしない追わないで追わないで粋な別れを。先生、ね、そろそろね、これはね、ええ、お前の歌だよ。私の歌だって歌ってくださるっておっしゃるんですよ。お前の歌だって、お前のために歌ってやるよってドドイツを歌ってくださったのは、ボウフラも蚊になるまでの浮き沈みっていう、これを歌にしてくださった。ボウフラも人を刺すあの蚊になるまでは泥水のみのみ浮き沈み。あのちっぽけな虫だって、それよりちっぽけなボウフラの時代があった。それだってな、一人前の蚊になるためには泥水飲んで浮き沈みしながら、そうやってやがては飛んでいくんだ、人の血吸うんだぜ。まさしく30、今聞いても私自身の6年間の流れ流れてさすらって和芸という道を見つけるまでの、そしてこれからもお前大変だけど生きていきなよと、そういう人生をちょいと粋なドドイツに託してくだすって、この道はいろいろあったけれどもようようあって随分の回り道してきたと収めてくだすった粋な
なるほどな、芸で鍛え込むってのはこういうことだなと思わずにはいられない勝先生との開口ではありました。テレビの方でお会いしましたけど、テレビは一度もテレビが終わってから持っているビデオを見たことがありません。物事は終わり方が大切だと思ってますんで、大切に終わらなかったものは振り返る気がしませんので、ラジオのところで聞いていただきましたが、これは私にとって大切な形見になりました。しかしこの形見は悲しむ形見ではありません。私が命をかけて一つのことをやっていくための、これは着付け役だと思ってます。思い上がって生きていきますが、舞い上がることはしません。舞い上がった時にはこれを聞きます。思い上がっては生かしてください。生かしてくださるのは皆様です。伏してお願いします。今日は勝先生を、私の、そして私の周りの人たちの、私流儀で、日高五郎賞流儀で送らせていただきます。聞いていただきまして感謝します。ありがとうございました。聞いていただきました。もうあの途中途中、はい、17歳の細谷慎吾さんが登場して、はい、あんなに無邪気な、はい、幸せそうな声の五郎さんっていうのもやっぱり勝慎太郎さんの前だからだなっていうふうに思いましたね。そうですね、はい、なんか本当に可愛がっていただいたんですね。そうですね、そしてやっぱりそこから勝慎太郎先生の訃報を受けての、はい、五郎さんの決意の言葉っていうのが最後にありましたけど、これを今日この瞬間に聞けたということは我々にとってもとても幸せなことです。それではここで記帳所があるホワイエの美穂隊長を呼んでみましょう。美穂ちゃん。はい、今私は STV のロビーにある追悼記帳所に来ています。五郎さんがお亡くなりになった4月3日の火曜日から今日までの間、およそ3000人の方が来てくださいということなんですよね。北海道はもちろん遠方からも五郎さんに会いに来ましたという方たくさん見られますね。のこちらでは記帳とともにメッセージも受け付けておりまして、他にもこちらには五郎さんの写真ですとか、あと手書きのイラスト、とこれは貴重ですね、五木ひろしさんとのコンサートの時の手書きの進行表も飾られているんですよね。でこちらすべて写真撮影可能ですから、皆さんこう一緒にツーショット写真を撮っていかれる方の姿も見受けられますね。あのやっぱりね、はい、この五郎さんの写真一つ一つが、うん、五郎さんやっぱりね、パーフェクトなんですよ写真が。この一枚一枚を見ていても、メガネのフレームがちょっと大きいものをかけてる時代の写真ですとか、うんうん、カーボイハット姿のものなんかもありまして、で皆さんその前で、あ、私ちょうどこの時代から五郎氏を聞き始めたとか、いや昔からイケメンだよねとか、写真の前で皆さんのエピソードが次々に生まれてくるんですよね、うん、だからどれだけこの歴史が長かったか、そして愛されていたかっていうのを感じますね。あの中央には大きな五郎さんのパネルがありまして、その前で手を合わせていかれる方ですとか、そして話しかけていらっしゃる方、あとは、ま、涙ですね、拭っていかれる方の姿も、見られます。そして貴重のノートにもたくさんのメッセージをいただいておりますので、ちょっと紹介させていただきますね。はい、江別市の真由美さん、22年前に北海道に来て強いホームシックにかかっていた頃、五郎賞に出会いました。この人の声は安心するな、そう感じていたんです。落ち込んだり一人ぼっちを感じた時、ふと耳に入る五郎さんの声、聞いているうちにまた現実世界と触れられる力をもらえていたんです。外に出てまた疲れて一人ぼっちになると聞こえてくる声、元気いっぱい人と触れ合えている時には聞こえず、だけど一人になるとなぜかラジオの中からもう一人の家族の声みたいに聞こえてきたんです。これからも疲れて一人の時、どこからか五郎さんの声聞こえてきますね、という方。また男性の方、光秀さん、高校時代に学校から帰って五郎賞を聞いていました。大人になるにつれていつしか大人の男、美学を教えていただいたように感じました。言葉遣い、気配り、
スーツや和服の着こなし方、そして積み重ねられた豊富な知識と教養。五郎さんは僕の理想の親父であり、こんなじじいになりたいなと思っていたんですよ。五郎さんのプロとしての生き方、しっかりと焼き付けて生きていきますね。そして他にもたくさんメッセージいただいています。皆さん同じですね。もう私の人生で五郎賞のない土曜日はもうなかったと、生活の一部であり人生の一部ですという方、そしてこれからも STV ラジオ聞き続けますよ、天国でも喋り倒してくださいねという方、あと中にはこうみんながね五郎さんのことを思い出すので、ちょっとなかなか五郎さん休めないと思うんですけど、でも五郎さんおっしゃってましたよね、思い出すたびにいつでも会えるんですよねという方、たくさんのメッセージをいただいております。改めてこちらの記帳は今日午後4時まで、このあと午後4時まで受け付けております。場所は STV ホール、札幌市中央区北一条西8丁目、北一条沿いのホール入り口からお入りください。駐車場はございませんので、近隣の駐車場をご利用いただくか、もしくは公共交通機関でお越しくださいますようお願いいたします。のりおさん、改めて、はい、もうここにいるとね、五郎さんがどれだけ愛されていたかっていうのをすごく感じますね。そしてね、はい、明日への一歩を記している方もたくさんいらっしゃる、はい、これは一番五郎さんが喜ぶことだと思います、はい、ホールホワイから美穂ちゃんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。今日は日高五郎お兄様追悼番組とのこと、放送お疲れ様です。なんだか放送の雰囲気はいつもと変わらない感じがしてしまいます。本当に五郎お兄様 STB ホールのどこかで見て聞いていると思います。私もホールに駆けつけたかったのですが、今岐阜に向かっております。新幹線の車内でラジコで拝聴させていただいています。明日は名古屋でコンサートです。昭和生のれん、五郎お兄様の演出を使わせていただき歌唱したいと思います。お兄様にアホチンコタレと言われないようにこらえて頑張ります。皆様も笑顔で、頑張りすぎず諦めず、頑張りすぎず怠らず、本当にいい言葉です。しかし山が笑ってらはびっくりでした。まあこの笑顔のね追悼番組にしようという時のこの方の1曲目はこの山が笑ってたかなと思いますけども、ここで聞いていただくのは小泉さんね、やはり明日への贈り物でも、そうですね、これをみんなで、はい、五郎さんもまあコーナーにも使っている思い入れの強いこの曲、走りゆうすけで昭和縄のれん。